私の家、私の家、我的家。行き方、就是去的方式、去的方法。知っていますか？知道吗？那么知っていますか的前面呢，我们会摆お。那如果是一件事情，我们就是说你知不知道这件事情。那如果是摆一个人，那么我们就当认不认识这个人。所以你知不知道去我家的方法呢？请跟日语老师念过一遍。私の家の行き方を知っていますか？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 いいえ、いいえ。后面呢，本来是知りません。那么我们把这个知りません省略掉了，只要说いいえ，那么表示不清楚、不知道的意思。请跟日语老师念过一遍。いいえ。いいえ、いいえ、いいえ。田中駅からまっすぐ行くと交差点があります。田中駅、田中车站から从的意思。まっすぐ行くと、直直走的话、交差点があります。就有一个十字路口。从田中车站一直走，会有个十字路口。请跟日语老师念过一遍。田中駅からまっすぐ行くと交差点があります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 。交差点ですか？好，跟你确认的是这一个十字路口吗？请跟日语老师念过一遍。交差点ですか？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 ええ、その交差点を渡って少し行くと橋があります。ええ、是的。その交差点、在那个十字路口、渡って过了那个十字路口、少し行くと、那么再往前走一点点。橋があります，就会有一座桥。过了那一个十字路口，再往前走一点，就有一座桥。请跟日语老师念过一遍。ええ、その交差点を渡って少し行くと橋があります。ええ、その交差点を渡って少し行くと橋があります。A、その交差点を渡って少し行くと橋があります。A、その交差点を渡って少し行くと橋があります。A、その交差点を渡って少し行くと橋があります。橋ですね。跟对方确认。哦，原来有一座桥哦，有座桥，请跟日语老师念过一遍。橋ですね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 。そうです。私の家はその橋の手前にあります。コンビニの隣ですよ。そうです。是的，私の家は我的家。その橋在那座桥，
手前にあり。